原米市とお吸もの2012年9月酒イクラ丼原米市は炊き込みご飯の一種で醤油やみりんなど一緒に酒を煮込んだ煮汁で炊き込んだご飯の上に客に供する前に酒の身とイクラを乗せる。弁当ではこれらが要素であるが店舗で供される場合はさらに酒の粗汁を合わせるのが一般的。なお、単に炊飯された白飯の上に酒の身とイクラを乗せた。 酒いくら丼とは区別される。JR 東日本の仙台駅や森岡駅など、東北各地で駅弁としても売られている。2016年より10月8日は、原米市の日になった。原子半その田酒の卵をいくら、筋のつながっている卵を筋子と呼んでいるが、原米市は、酒の腹に入っている子供、原の子、原子という語源から来ているのではないかと言われている。地域、家庭によっては、 鮭の実を入れて、醤油で味付けをしてその上にイクラを乗せるところもある。阿武熊川の川口付近にある渡り地方では、鮭の地引き網漁が盛んであった。大漁の時に漁師が振る舞ったのが原米市と言われている。江戸時代に入り漁師となった伊達政宗が阿武熊川修繕の視察に渡り地方を訪れた。この時地元の漁師から腹米市が献上されたと言われている。鮭を、 切り身とすじこに分ける。すじこをほぐし、いくらにする。醤油、日本酒、砂糖などの割り下を用いて、鮭の切り身を煮る。残った煮汁を薄めたものでご飯を炊く。ご飯の上にいくら、鮭の切り身を盛って、出来上がり。醤油で煮た鮭の切り身をほぐして、ご飯と混ぜ合わせることも多い。その場合、鮭の身を混ぜ合わせたご飯の上にいくらを盛る。店によっては、鮭の粗汁と共に供される。 本来郷土料理であるため、イクラの盛り方に各家庭で若干の違いがある。専門店では生臭さを除去するために軽く白奪しない程度に湯がいて供される場合が多い。近年各 TV メディアで放映され、全国区的地名を得ている。周期が旬であるが、渡り地方では、大季節には、ホッキ飯、シャコ飯、アサリ飯が提供される、鮭親子丼、あるいは、 酒いくら丼と知られている、丼物の,の場合は、白米の上に酒やいくらを並べただけだが、原米市の場合はご飯にも味付けがなされるところが、異なる。森岡駅が、東北新幹線の終着駅だった頃は、八戸、青森方面の特急初狩りに乗り継ぐ乗客に、人気のあった駅弁でもあった。また、上の青森間を走行していた急行とはだが、定期運行されていた時代は、 下り列車では、後続の電車寝台特急に抜かれるのを待つため、朝の6時50分7時にかけて、森岡駅で停車時間を長めに取るダイヤになっており、脱却時には朝ごはんとして買い求める乗客で売り切れることもあった。ありがとうございます。